思い出のガンプラキットレギューシュー。ハイグレードコズミックイラ。ストライクルージュ。時は2013年、ガンダムビルドファイターズと連動する形で、バンダイさんは、ハイグレードオールガンダムプロジェクトを開始。共通フォーマットによる、作りやすさや互換性の追求をコンセプトに、ABS に代わって、新型の軟質プラスチック、KPS が採用され、柔軟な可動を誇る関節構造によって、様々な構造再現可能な新機軸のガンプラが誕生する。これまでのガンプラ展開とは打って変わり、マイナーなガンダムを中心としたラインナップを評価する声は高かったが、2014年、見慣れたガンプラが続けて発売されたことで、モデラーの評価は一変。多くのモデラーが軽いディジャブを覚えたという。機動戦士ガンダムシードとは、2002年から全50話が放送された、21世紀のファーストガンダムと銘打たれたガンダムシリーズなのでおます。ガンプラや DVD など、関連商品の売り上げはガンダムシリーズでも突出しており、ターン A ガンダムで埋葬されかけたガンダム市場を、再び活性化させ、ガンダムシリーズの起爆剤となった作品なのは間違いないのでございます。そうだ、その通り。特筆すべきは、当時、最強のモビルスーツと言われた、ストライク伝説の始まった記念すべき作品でして、一番最初に発売された300円キットがバカ売れして以降、ストライクの関連キットはどれもこれもがヒットを連発。この一連の結果によって、バンダイさんから、絶大なる信頼を勝ち得たモビルスーツになったのですよ、初見さん。そうだっけ？ストライクルージュは、キラ様が乗るストライクの同系機で、カガリちゃんが乗るドピンクのモビルスーツなんどすえ。ぶっ壊れたストライクをオーブが修理する際、大量に出た余剰パーツを使って組み上げられたという。なんだかとっても、陸戦型ガンダムみたいな設定が素敵すぎ。ぶっちゃけ、ストライクのパチモンみたいな機体ながら、ほぼ、ストライクと同等の能力を持っている。いやさ、後発だけに、機体性能が底上げされた強力なモビルスーツだったりした問題。細かい変更点は数多く、ついないは、イエローではなくグリーンですなそうですな。モルゲンレイテ社になんやかんやと改良を加えられ、制御系には、オーブ独自開発の操縦支援 AI を搭載。強化型バッテリーユニット、パワーエクステンダーを搭載したことで稼働時間が長くなり、フェーズシフト走行への供給電力が増加したことに伴い、防御力も向上。後の、グアリアブルフェーズシフト走行の全世代的な技術を用いたため、フェーズシフト展開時のカラーリングも、フランス語で赤を表すルージュに変わるのですよ。まあ素敵。なぜ、機体色が赤なのかという点はだね。もともと、フレイアルスターが乗るかもしれなかった名残とか言われているのでございやす。そうだそうだ、そうかもしんない。アニメ本編では、後に、キラ様の姉貴を自称するカガリちゃんの専用機として登場。地球連合軍のオーブ進行作戦の際、オーブから宇宙へと脱出した草薙内2パーツ状態で積載されており、それを、艦内でエッチラオッチラ組み立ててたら、登場がすんげー遅くなったのよん。まあ、あれよね。正直、イベント用の機体でしたよね。普通に考えたら、戦場で目につきそうなド派手な機体に、ろくにモビルスーツに乗った経験がない自分とこの大将が乗るとのたまう。いやいや、乗って敵と戦うというよもすえな事態に対して、普通の部下なら、時間稼ぎでもしようというのが真っ当な感覚じゃないかいな。なんやかんやで、激しい最終決戦を生き残り、人気だったのか、続編では、改良されて飛行が可能な状態で登場したのよ。パないねえ。でもって最後は、宇宙にいるラクスの救援に向かうキラ様がストライク仕様で出撃し、ケチョンケチョンにやられて、エターナルに強制着艦した後は登場しなかったのでしたとさ。そうかそうか、よかったね。かがりちゃんは、中立国オーブの泉市長の養子で、ボーイッシュな性格のツンデレキャラ。実は、キラ様とは双子で、ナチュラルだけどもシード持ち。ガンダムシード当時は、アスランとのセットでネタにされることが多く、界隈では、アスカガと呼ばれて薄い本が人気だったんだけれどもね。機動戦士ガンダムシードデスティニーのラストで、カガリがメイリンにアスランのことを頼むという、微妙な展開で終わったのは知っての通り。その後、とある脚本家が、アスランとカガリは勘違いの恋と発言したため、アスカガ信者がマジギレするという事態が勃発したのよ。わけわからん。だが、しかーし、2005年といえば、アダルト PC ゲーム、スクールデイズのカツラことの葉や、アニメ版シャッフルの不良会でなど、界隈に激震が走ったほどのヤンデレキャラが誕生していた年でした。アスカガ信者のオムズ狩りをよそに、この手の伏線もきっちり回収する同人業界では、カガリちゃんのヤンデレネタが喝采を浴びたもんちっち。何せ、ピンクワインラン、間違いなし。最近は、カガリちゃんの知名度が低下したせいかその手のネタは過疎化したけども、一時期、そんなネタが人気の時期も存在したのでござりませう。
そんなん、嘘っぱちだー。時は2014年2月、ハイブレードエールストライクガンダム。同年3月にはハイブレードストライクルージュと、同型のキットが続けて発売される。どちらも良作と呼ばれ、モデラーの優先度は高い傾向だったが、人気の期待とはいえ、バリエーションを短期間に連発する姿勢には、ネット上で疑問の声が上がったという。キットの値段は1400円。2014年3月に発売されたキットだよ。ハイグレードオールガンダムプロジェクト。略して、AGP により、ハイグレードビルドストライクのバリエーションキットとして発売された、エールストライクガンダムの空張りキットなのでございます。メイキット、来たー。ちなみに、動画のキットはバンスピさんの再販版。やたらと、パッケージのストライクルージュがキラキラしているのですけどね。間違っても、トランザムをかましてるんじゃございやせんので念のため。良作と言われた、エールストライクガンダムの空張りキットだけに、このキットも、成型色が違うだけの良作。ただし、色分けを再現するため、成型色を変更したパーツが追加されたことや、西武ライオンズの昔のロゴマークみてぇな、かがりちゃんのパーソナルマークを再現するテトロンシールがついてるもんで、発売時期が寸芸機械にもかかわらず、値段が100円高いのが意味不。バンスピ版では箱に値段の記載がないので、元の値段がわかりにくくて厄介なのだよ、こんちくしょう。ですよねー。キットとしては、新型の軟質プラスチック、KPS を採用した、共通フォーマットの関節部分が特徴でして、ビルドストライクの C ランナーを有用しているほかは、エールストライカーパックを含めて新規金型による造形で、かつて発売されたキットからの有用パーツなど、全くないのが嬉しいねー。プロポーションは細身で、尖った部分を丸くする措置がやや目立つようになった印象。色分けは、かつてのハイグレード版や、リデコ元であるビルドストライクよりは優秀。KPS のパーツが剥奪しやすい特性は別として、軟質プラスチックなので、若干強度に問題があったのは確かやね。特に、全高15メートル大のモビルスーツでは、パーツが細かい分顕著になりがちで、共通フォーマットの肘関節に、軟質樹脂を用いるのはどうかという意見は当時からあったもんざいもん。実際、各部の強度を確保するため、若干大きめに作られていたもんで、ネットなどでは、この共通関節による弊害が大きく取り立たされ、まるで、このシリーズすべてが、同じ金型でできた肘関節を使っているような印象の記事が氾濫していたものよのう。なんというか本中か、実際のキットでは、例えば、全高15メートル大のガンダム F91 と、17メートル大のストライクルージュでは、大きさが全然違うので、肘関節も大きくなった分、その強度も増しているのよ、おっかさん。なあんたるなあんたる恐れを知らぬ方々。キットを作ればすぐわかるような、間違ったうんちくが氾濫した理由は、手元が不明だけに定かではないのだけれどもね。少なくとも、こいつはモデラーの仕業じゃないかもしれぬと、以前、言ったのを覚えているものは幸せですな、そうですな。なんだか、クラウドソーシング絡みで、やらせレビューというか、桜レビューをする人が多くて、不明瞭な情報が氾濫しているもんじゃやき。しかも、そういうやらせレビューは星の数まで操作してるのですよ。参るやね。なるへそなるへそ。パトラッシュ、疲れたろう。僕も疲れたんだ。なんだか、とても眠いんだ。今回、年末進行のため、テンプレ多めなのだよ、ごめんして。なんつうか、ごめん。もう目が疲れちゃったよ、パトラッシュ。悲しいかな。現実逃避してネットサーフィンしてたら、自分の首を絞めただけでした。とっとと用事を済まして冬眠しよう、そうしよう。何それ怖い。いずれにしても、まさか。ハイグレード仕様のバリエーションが2ヶ月続けて発売されるとは、全く思わなかったので、びっくらこいたというのが正直な感想なのだよね。ぶっちゃけ、ストライクルージュの方は、エールストライクガンダムより人気の面で劣っていた印象。機動戦士ガンダムシード MSV で発売された時期とは異なり、かがりちゃんの知名度が落ちていたことも原因かもしれん、かもしれん。武器は、ビームライフルにビームサーベル、アーマーシュナイダー、シールドが付属。ビームライフルはフォアグリップが稼働。ビームサーベルは日本で、ビームの刃はクリアピンク成形。アーマーシュナイダーも日本で、収納ギミックはオミット。シールドは、接続用パーツを介して腕部に接続する仕様で、ピンが2箇所ついてるので、好きな方を選択することが可能だよん。ハンドパーツは、左右の武器の持ち手のみで、やはり、平手がついてないのが残念無念冷やそうめん。気になる部分としては、新素材の KPS を使っているのは良いとして。解説書では、アサフレックスと同様に PS の表示なので、どれが KPS なのかわかりにくい仕様なのだよね。足の裏の肉抜きがいやーあんな感じな点と、アニメ本編での、女の子みてぇな内股が再現できない部分。
ここら辺の仕様は、ガンプライコール男しか買わないという、旧態依然とした偏見が垣間見える部分やね。いくらボーイッシュな女の子でもね、お股をガバッと開いたポーズを取るわけないじゃんね。そうだそうだ、クリームソーダ。その他、シールドの中央と、エールストライカーのスラスターの接続部分は、ポリパーツではなく KPS が使われているんだよ。軟質樹脂なんでこのままでも使えるけども、稼働の際の保持力が気になるのなら、これまでのポリパーツ、例えば、PC123 プラスなどと置き換えが可能なんどすえ。表情の良い平手がついてない点に関しては、ビルドハンズ角型を使えばいいんじゃないかと思いやす。総評としては、年末進行の今みたいに、現実から逃避して、クソみたいな現実から抜け出したい時に組むのがおすすめ。関節などのアレンジに評価が分かれる部分もあるけれど、リーズナブルな値段設定は、忙しいにもかかわらず、無償にプラモデルを組みたくなった時にはありがたいとか言っておこう。とにもかくにも、なかなか時間を作る技術のランクが上がらないので、お疲れマンなのは変わらねえぞときた問題。なんといっても、目が疲れて疲れて仕方がないのよパトラッシュ。もう、HD 画質なんぞ意味ないのでね。機械の体とか言わないけども、目ん玉だけでもどうにかしたいと思ったりする今日この頃。そういや、以前、Google さんが特許を申請したサイボーグレンズはどうなったんですかいな？個人的には、非常に興味があるのでござんすよ。はい。そんなおぜではないけどね。